林幸が遠目から狙った、ね、金子拓郎飛び出した低いバイブシュートーポストに当たった。追い越してきた小前ルーカス、もう一度藤原が行く、少し奥胸で落として小前の足元後ろからのシュート、右足でのシュートでした、まあ、思い切っていきましたね。小前が運ぶ、そのまま小前が抜けてクロスが入る、スパチョーク合ってましたね、2人の関係性、そして裏を狙っていった金子が抜けていこうというところなんですが、渡辺が高さを見せて、ただもう一度ルーカス、うまく回転して、さあ金子拓郎、ペナルティーレーンの中、シュート打った、合わせましたかね、中、合わせましたかね、はい、今のはね、いい足で、はい、浅野選手、ピンポイントで、ここも早く決めて、いいね、はい、藤原、折り返した、決めた鈴木浩二、新潟先制、1対0、うまいですね、いいターンですね、小前が前を向いて金子拓郎、金子が倒れて笛が鳴りました。あ、オンフィールドレビューで、はい、いわゆる独走案件かどうかということですね、ですね、はい、あ、レッドカードになりました。少し動かしてくるかどうするか、小前がヒールで菅のシュート、数々の奇跡を起こしてきたこの厚別公園競技場、改修工事に入る前のラストゲーム、いいボールですね、サイドは変わりました、金子拓郎、右サイドの小林ですが、金子拓郎右足でクロスが入った、浅野ヘディング折り返す、キムゴンヒは打てるか、こぼれ球、新潟なんとか出しました、はい、林幸が遠目から狙った、小林選手左足やっぱいいもん持ってますし、このスリッピーの状態で少しワンバウンドさせるような、コーナーキック、ショート金子拓郎遠目から低いボールシュート、ポストに当たった、まあ、今のセットプレー少し新潟の目線を変えて、まあ、逆を取るような形でここで繋いで、で左足で思い切っていきましたけど、見えなかったと思うんですよね、はいはい、1対0、鈴木浩二の後半の得点でアルビックス新潟が北海道コンサドーレ札幌に勝利しています。